たけど、あ、自分に視聴者さんからですね、またハンギョドングッズが届きまして公式 LINE の方でやり取りはねさせていただいてて、事前に驚いてもらおうかなと思って黙ってたら、僕が夜勤入りの日に届いて無事バレるという失態を なってしまったんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あやこさんとあいさんからですね。お二方の名前入ってんだよね。親子じゃないの？んーだとは思う。親子でありがとうございます。親子なのか姉妹なのか、ちょっとそこはね。あ、そうか、うん、そうなるね。可能性はあるけど。どっちなんだろう。わかんないけど。親子にしても姉妹にしても、お二人で見てくれてるってことでしょ、だって。なのかな、わかんないけどね。ディディン。ディディン。ディディン。うわ、なんかすごいいっぱいある。本当だ。シールだ。シールだ。ほら、お手紙じゃないですか。すっごい可愛らしい。可愛い。娘さんですって。娘さんなんだ。はい。中身読める感じ。読める感じ。ヘキさん奥様、いつも楽しく娘過去6歳と一緒に見て。可愛い。私は4月から訪問介護で働いています。うん、障害老人介護もやっています。おう。うん。いろいろ大変ですが、毎日楽しく働いて行きたいなと思っています、うんうん、PS 少しですがハンギョドンのグッズを送ります。使っていただけると嬉しいです、というお手紙をいただきました。お母さんここに何か書いてある。そう、お名前はね出せないからね、はい、あやこさんとあいちゃんからですね。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。いただいたものとしてはシール。あ、なにこれ、なにこれ、これもシールか。フレークシール。何フレークシールって。いや、わかんないけど、でもシールなんだけど。シール、はい、はい、ありがとう。何これ。あ、ウェットティッシュの蓋のやつだ。あー、へー、はいはいはい、こんなのもんだ。ハンギョドン、ハンギョドン、メモ帳。あ、私もこれ表紙は同じだけど中身違う。そうなんだ。そう、家にあるやつはもう大事に大事に取っといてるわけさ、うん、あんまり使わないように、使わないようにね、うん、かわいい。これちょ、次男かぶるな。あ、ちょっと メモ帳じゃないないね。手帳、カレンダー、手帳かないね。あ、今年のもう来月から使える手帳。手帳、手帳とメモ帳的な、ね、そう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 。ぬいぐるみ、キーホルダー的なやつ。ハンギョドン、ナチュラルにニヤッとする、ね、すいませんすいません。ジッパーバッグ、だからジップ付きってことでしょ。そう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 。いや、それこそさ、お金の集金とかたまにあるわけよ。その時にこういうのね、結構便利なんだよね。で、それこそ職場ではハンギョドン好きって分かってるから、これ渡せばとりあえず地方だなっていうのがさ、うん、分かるでしょ、うん、6歳の女の子があなたの YouTube を見るって、なんか親が見てると子供もなんか横でちょっと見らされるみたいな、うん、ゆうとゆうと、おしりふき持ってきて。おしり、なんだ、おしりふきにこれ使いましょう。ほら、おむつ使わなくなってからさ、うん、おしりふきが使わないじゃん、うん、いつさ、はよよ。でも使わないとこういうのって乾いてきちゃうじゃん。うん、おしるき多分まだあんだよ。まだある。ついたかな。おお、いいんだよね。そうそうそう、すごい。これとこれの名前がわかんない。見たことはあるの。うんうん、俺名前がわかんない、うん、だってハンギョドン専門でしょ。ハンギョドン専門だよ。専門でしょ。ハンギョドン専門でしょ。お母さんのね。うちらみたいな田舎に住んでるとさ、ないじゃん。ない。あっても少ないっつうかさ。少ない。だから都会っつうかね、都市群っていうのがね、都会行けばまたまた違うんだろうけどね。なぜ田舎なもんでないっすよね、うん、やっぱ、うん、地方がグッズ買うさって、島村とかでなんかチラシがあれば行くみたいな、うん、感じでしょ。それこそ最近島村ハンギョドン系あるけど、そのあるけどビビッとくるものがないから買わない。うん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 、
愛っていうところで無事にね神奈川県から、北海道の道南ですねまで、ハンギョドングッズたちが旅をして無事我が家に着くことができまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、この動画がね公開される前には、LINE の方で、ご連絡させていただきたいと思うんですけれども改めてねこの場を借りてありがとうございますということをお伝えさせていただければなと思います。はい、ありがとうございます。私は YouTuber ではないからね、あくまでも一応 YouTuber の嫁ってだけだからね。でも演者よ、演者よも裏方ですから演者みたいなもんでしょ。私いつから副業したかな。副、まあ副業ではないけどね、ねえな、報酬ないいつも。いや、まあ趣味の範囲でさせてはもらってますが趣味をね、他人にね家族に巻き込ませたおかげで、まあ私の好きなものがね家族というね、ちょっと副産物がね。あやこさん、あいちゃんでいいのかな、6歳だから。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。大切に使わせていただきます。はい、こんな感じの日常でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。締めがわからんスパイダーマンみたいな。俺はまだ生きてる。あれ、このバイクは先に飛んでる。何してんだって。鍵だと何につけようか悩んでる。鍵だとさ、汚れたら嫌じゃん、ぬいぐるみ系だから。何につけてるのかな。いや、好きなのにつけたらいいんじゃない？大事に取っておくかさ。でもぬいぐるみだ、ぬいぐるみってなんていうのこの。ぬいぐるみの素材じゃん。まあ。だからテロテロしてないじゃん。うん。撥水かかんない感じ。はいはいはい。吸っちゃう感じ。はいはい。汚れちゃうよね、絶対ね。まあ可能性はあるから。お。うん。お父さん飾っとるやないか。いつもここに鍵をこうポンって置くから。よっしゃ。